ろしくお願いいたします。じゃあまずは5日間通しましたので本当にお疲れ様でした、はい、いろんなアクシデント続きでしたけども5日間振り返って何か印象に残ることを教えてください。いや何よりも無事全日程が終えたということが何よりホッとしてる、ところですね。そういう中にもかかわらず売却総額が、前年を約2億円ほど、税込みで40億を超えるという結果になりましたけども、この数字についてはどのように評価されていますか。はい、一番おそらく売上は落ちるだろうって、結局大雨被害で道路が寸断されてたんでお客さんが来たくても来れない状況が 2,3 日続いたんで、それが一番売上に影響するのかなという覚悟は決めてました。でも皆さんね、山を回ってちゃんと来ていただけるのには本当ありがたかったですよね。市場に足を運ばせることが一番大事なことかと思うんですけども、そうまでして購買者の方がこの市場に足を運んだその最大の要因といいますか、この市場の魅力は組合とどのように考えていらっしゃいますか。やっぱり楽しみにしてるっていうことがあるんで、一番自分手前味噌ですけど、ある程度公正な競りになってるっていうことが一番信頼される競りになってきてるのかなっていう感じはしてますけど、その信頼感が人を呼んだというところですね。最高価格は2700万円、最低価格は100万円ですか、80万円ですか、はい、このあたりのサマーセールについての全体の評価といかがですか。やはり平均価格も30万ほど上がってますし、購買意欲は活発だということの裏返しだろうなとは思ってますけど、上場頭数が多くて結果だけ5日間になってしまいました、これがあたりが次年度のもしかしたら課題というか検討課題の一つなのかなとも思うんですけども、やっぱり5日目がどうしても、天候の理由ももちろんあるかと思うんですけれども、平均額がちょっと足を引っ張る形になってしまったんですけども、そのあたり来年度そのサマーセール、ボータムセールの積み上げについてもし何かお考えがあれば教えてください。今ここでお話しするようなことはまだそこまで具体化してないんでお話しすることはできませんけど、ただこのままではちょっとまずいのかなっていう、やっぱり5日間はいかにも長いなということと、やはり購買者が買いやすい競りにするにはどうしたらいいかということも命題として村井さんサイドからもお話しいただいてますし、もうこれでいいということはないと思ってます。競り全体の、日程の見直しということですか。もう含めて反省会をみんなでやらなきゃいけないなと思ってます。あと今回の団体購買がまた、ありましたけど、このあたりについて誘致活動その他について何か組合側から働きかけたということがあるんですか。いわゆる胆振の組合長は馬主連合会、地方の馬主連合会に所属してて、地方の状況をいち早く伝えてくれるんですね。それがあるもので、売り上げがネットを主とはいえ伸びていることが各競馬場のやっぱり若馬所有意欲につながってきているということで、補助馬購買が石川さん、兵庫さん、東京の方では船橋が始まるということで、いろいろそういう動きが出てきたことは本当に僕たちの競りにはプラスになることですし、その都度うちの役員と職員でお願いとこれから の打ち合わせにその都度伺っております。昔と違ってこういう団体購買じゃなくて個人購買で後から補助を出すという主催者という、が多いみたいですね、なかなか数字に表れないところなのかもしれませんが、でも各馬主会がそうやってやっていただいているというのは本当にそれがこれを伸ばす、市場成績を伸ばす一因になっていると思ってますので、秋にもまたまだ足りないところは来ていただくという話も伺ってますので、
秋にもつなぐことができるだろうと思ってます。あと今回もちょっと手元に資料ないんですが、子会社登録数はどのようですか。今日現在で786名で、前年度が743名ですから、43名増えてますね。はい、この条件の中、はい、ということですね。それだけ、まあ、実際にお見えになってない方も多分いらっしゃったと思うんです。事前登録。来たくても来れない状況だったんで、日程が取れなくて、宿もね、いっぱいいっぱいでしたし、だから、ただ、買う意欲のある方はこれだけの数に伸びたということは確かだと思うんで、まあ、自然災害には逆らえなかったですけども、まあ、これからも一生懸命皆さんにアピールしていければ、それなり の前向きな競りができるかなと思ってます。はい、購買者登録がもう本当に毎年右肩上がりで、はい、上がってます。これの一番の要因はどのように分析されてますか。はい、去年あたりまでは中央の馬主登録新規の方 の市場への誘導を競馬会の方が積極的にされていたことがあって、それにプラス地方が今度西日本ダービーとに自分の競馬場所属の馬のダービーをやろうということで、生え抜きでやろうということも、それが一つのなんかきっかけになって若馬購買をこれからもやっていきたいということが出てきたので、それはすごく私たちにとっては心強いことですね。あと先ほどちょっと被るかもしれませんけれども、はい、今生産者 この市場に対する期待が大変高まって、はい、市場 その何だろう依存度って言葉が正しくないかもしれませんけど、高まっている中で、まあ、今回のような不可抗力とはいえアクシデントがあった時のなんか備えみたいなものは何か今後検討される予定は。いや、あんまりこういうことに慣れない災害はない方がいいなと思ってるんですけど、ただ現状やれることは、まあ、自分たちができる限りのことはやったかなと思ってたんで、普通だったら販売者の方からもおそらくクレームが来るだろうと思ってたんですね。だけど皆さん購買者の方も販売者の方もあんまりこの自然災害に対してはクレームはいただかなかったんで、それがすごい救いでしたね。はい、その他の業務が評価されてて変ですけど、信頼がそういうことになったんでしょうか。先輩やってくれてるという、そういうことを認めていただいてることもあるのかなとは思ってますけどね。ただ職員は本当に大変だと思いますよ。朝はもう5時ぐらいからみんな張り付いてやってましたんでね。だからまあ頑張った方だと僕は評価してますけど、はい、2日目の欠場馬が結局、まあ、最終日、まあ、いろんな牧場のサイドもあって、はいはい、まあ、これの、まあ、その上場の順番みたいなもの、まあ、精一杯の独特のまた名簿を急遽すり直すなど、はい、努力はされておりましたけれども、はい、まあ、その予期せぬ状況の中では精一杯の対応だったと思いますが、はい、次年度以降もし何かまたこの辺も考える余地みたいなものはあるとお考えですか、それともこれでよしという感じですか。まず日程の延長とかはやっぱりお客様のことを考えたらありえないだろうと思うんですよね。4日に咲いて、日程の変更とかそういうことはね、その上でじゃあどういう販売者が対応できるかということも考え合わせたら、今のやり方がまあ思いついた中ではベストだったかなと思ってます。で最終日が頭数が少ないということがありましたので、基本はそこに移行していただくということで協力をいただきましたし、あといろんな事情、遠くから来る方とか次の日かその次の日ぐらい車が通れる状況で競りに入れてもらえないかなっていう販売者の意見も相当取り入れたつもりで、やりましたので、でいろいろ、まあ、その時の条件によって好影響とか割を食うということはあるのかもしれないけど、そこまではなかなかちょっと対応しきれないんで、まあ、ただ販売者は希望、そのこういう不良の事故の時はできるだけ希望に沿ってあげることはやる方がいいのかなと思ってます。
はい、最後の今回外国人国籍候補者ですかね、はい、かなり、はい、5日間通して多かったと思うんですけど、この辺りは何か特別な有事活動はされてたんですか。おそらく香港の方は国内もありますからね、韓国の方も来られてました、ね、韓国の方は去年の秋かな、まあ、これ海外流通っていうのは協会が主導でやるんですけども、うちも市場として少なくとも買いに来ていただいてる、まあ、香港はちょっと少ないんですけど、韓国はやっぱり今まで協会が何度も行って購買実績もあるんで、市場としても一応顔つなぎ、しかも職員が主導でやれば顔が、まあ、顔つなぎができると言いますかね、そういうことをやるために去年の秋から2度そういう、セールスというか北海道市場に来てくださいというお願いに行った。効果があったのかなかったのか、まあ、興味を持っていただいたということと、韓国内も徐々に開放に向かっているということもあるので、まあ、そこはうまくそういうふうに買いに来てくる人が出てきたということはありがたいと思ってます、うん、ええ、平均価格については、平均価格、中間価格についてはどのような評価ですか。だいぶ常々、ね、前から本当におっしゃってた売却率を上げて、平均価格を上げるために売却率を上げるんだということが身になってきた印象ですけれども、うん、そうですね、それとも大体いや、まだ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 ですか、まだまだまあ、これ災害がなかったらもう少し僕は数字、いい数字で出てくれたかなと思ってはいますけど、やっぱりこの100棟が本当は秋に向かった方がいいものもいましたよね、見る限りでは。だからそれを牧場さんと相談できる環境をやっぱり作らなきゃダメだっていうのは役員の中でもそういう意見が出始めてるので、そこをなんとかこれから啓蒙していくことが必要だと思ってます。そうすれば4日で終われば両方の競りがもっと活況を呈すということになると思うのでね。余談ですけど、今札幌開催、競馬開催中で、週末に合わせるという選択肢はまたなかった。どうなんですかね、そこはちょっと僕もつかみきれてません、正直言って、ね、ええ、月曜がいいのか金曜がいいのかっていう話なんですけども、ちょっと馬井さん方の意見もちょっといろいろあるんで、私はまだそこをつかみきれてないのが現状です。はい。余計なことまで聞いてしまいました。いえいえ。部族的なもんで。そうですね。あ、いいですか。はい。北海道新聞です。はい。先ほどの。ちょっと質問重複するんですけれども、はい、合計と前年より販売売却総額が上がったということの要因は、まあ、いくつかあると思うんですけれども、はい、6名ちょっと向かず他にどういった要因あると思いますか。やっぱり5日間にその日数を増やして1日あたりのこう終わる時間っていうのをこう前倒しできたということは、手放しの方からするとゆっくり馬を見る、競りに間に合う、そのバスで帰られる方とかも先生に、はい、ずっと参加できるということでは功を奏した形、はい、まあ、功を奏したというか功せざるを得なかったっていう、まあ、なぜかというと、その申し込み等数が、上場等数がもっと少ないという、今までは少なかったもんですから、それが急に申し込みを取ってみたら100棟以上増えるだろうという予測のもとに計画を立てざるを得なくなったんで、まあ、そこで日程を伸ばしちゃったっていうのが正直なところで、それはもう購買者の方にもやはり迷惑をかけてるっていうことは明らかですし、私たちの読みが甘かったと言われてもしょうがない部分かもしれませんね。ただ1日でできる頭数っていうのはご存知のように280前後かな、それぐらいだと思います。いずれにしても300頭以下、欠場もありますのでね、そこがマックスなんで、申し込んでくる以前の問題が今度は
問われてるのかなと思ってます。あの日程自体はこういう日程でやらざるを得ないのは現状としては確かですけどね。その中で今回税込みですけれども初めて40億円を超えたということで、はい、やっぱり新規の購買者登録が増えたというのがこれの大きな数字の伸びの要因ということになるんでしょうか。一応そういうふうに捉えてますね、増えた方というのは主になんか今までいなかった世代の方とか多かったですけど、そうね、若い方も多いですけども、新規のお馬主さん方が多いということと、地方が新たに若馬を飼い始めたということですね。それがやっぱり売り上げを引き上げてくれた要因だと思ってます。ありがとうございます。はい、よろしいでしょうか。はい、いいですか、すみません。まあ、先ほど話の中で、まあ、その秋に出した方が見ていていいなという馬に対して、まあ、いろいろと啓蒙活動も行っていきたいというお話がありましたけれども、はいはい、それで例えば秋に申し込み等数が増えてきたという状況だとするならば、秋の4日間というのも検討課題になるということですか。秋は3日間でなるべく収めたいというところなんでしょうか。おそらく等数が減ってるんですよね、秋のね、新規がね、まあ、夏に多くなってるということは、そうそうそう、前倒しになっちゃったんで、だからサマーの期間前に申し込む初日2日目のところの等数をなるべく啓蒙活動を行っていって、そっちにシフトさせていって、うんうん、サマーを4日間に収めたいというの方がなるべく啓蒙していく、購買者にとっては親切かなと思って、はい、5日間はさすがに長すぎると思います。だから4日、3日っていう形でなんとか今後収めていく、私たちは理想だと思ってますね。今の生産等数からいっても、はい、それぐらいなんだろう、競りに出てくるのはね。でもまあ僕の見方で言えば、そういうふうに競りにも申し込んでくる人が増えてきてるというのは、もう生産者としては、生産者というか馬産地としては健全な方向、まあ、健全な、当然そういうことは言えると思います。ただ競りの時に申し込み段階になってから言うんじゃ、お互いに感情的にもなりかねないんで、本当はもっと一歳になった年明けぐらいからそういうことを牧場側と組合の職員なり役員が相談できる環境が僕は理想だと思ってるんですけど、なかなかそこまで今やれないんで、私の理想はそこにあると思ってます。ちなみにその初日2日目の申し込みっていうのは等数はもう出てるんですか。秋競りは出てますね。やっぱり去年より減ってるんですね、新規はね。だからそこが、まあ、おそらくこれだけ売れたから後の方もそんなに増えてはいないですよね、後半もね。生産者側もその市場に対する期待度は高まってますんで、はい、今の話じゃないですけど、さらに増える可能性はあるんですよね。はい、個別の話はしませんけど、セレクションセールでこれ夏の方がいいんじゃないって落としたのはかなり今回高く売れてます、ね、だからだんだんそれを職員なり役員がね、回って歩いた時にいろんなそういう話をすることによって、また生産者の考えも自分たちで見分けをするようになるんじゃないかなと思ってるので、本当は自らね、それをちゃんと仕分けしていただけると自分のためになるんだろうなと思いますけどね、はい、ありがとうございます。世界的にはね、一切の秋が主流ですからね。秋の方が馬はやっぱり見やすくなりますからね。あと、まあ秋は日が短くなるんで、北海道の場合は、はい、その1日の開催等数、まあ、等数はね、それは本当に考えてやらなきゃいけないんですけど、まあ、いろいろそういう課題は自分なりには持ってますけど、競り中も伺いましたけど、その購買者から競りが信頼されるようになったことについては、うん、まあ、要因を一つ二つで絞るのは難しいかと思うんですけど、やはりきっかけはあれなんですよね、競馬会も応援してくれたんですけど、いわゆるレポジトリーと、それから、まあ、トレーニングセンターだったらアナボリックスなんか対応早かったんですよ。うちらにしては早く決断した方だと思うんです。
でそれはあの補助金もつけていただいたし、そういうことであの販売者の方もあの多くならないで、だんだんあのそれが当たり前になってきたんで、あのそういうことはやっぱり馬主さんからもそれがあると安心できるっていうお話を伺いますし、あのその先を言うと結局、まあ、庭先で売る馬についてもレポジトリやってくれないのかっていうお客さん結構いるんですって最近は。だからもうそれがあるとやっぱり一つのね、あの商品の保証っていう部分では何でもない、あの欠陥はないですよっていうことはやっぱりその時点ではあの証明できるわけだから、そういうことが一番のきっかけだったとは思ってます、はい。あと保険ですかね。そうですね、あの、まあ、やっとこれだけの売り上げがあるからこそあの取引、まあ、いわゆる金が鳴った後の10日間の、タイムラグをあの他の国の競りと同じような意味で保証しなきゃいけない、私たちがそれができないとすればね、それをあの競り自体で保証することができるようになったんで、それもあの馬主さん方は安心していられると思いますね。まあ、あの一番ご迷惑かけたのはやっぱり宿泊ですよね。うん、2日目に帰れない、帰る予定だったけど帰れない、もう大変なことになってて帰れないわけじゃない、帰れない人がだから予約を取ってなかったから絶対と怒鳴り込まれるんじゃないかと思ってたけどそれもなかったからね、ほっとしました。購買者全体から見たら、あの町内に泊まってる方と町外の、はい、主には苫小牧とか、はい、あっちの方から、いや、まあ、圧倒的に町内の方が多いです。町内なり、はい、あの隣の町村とかが多いです、はいはい、ね、だからまあほとんどは吸収できてるんだけど、だでもあの電話でよくあの競りに参加されてる方いますよね、はい、やはり来れない人もやっぱり中にはいたと思うんですよね、宿がなくて、うん、そういうこともやっぱり事情としてあるのかなとは思ってます。今回は月曜日の朝、はい、朝一の飛行機で羽田から出発はできたけど、あのその後飛ばなかったですね。その後飛ばなくて、はいはいはい、最初からちょっと、ええ、もう全てあの台風の大雨にそうなんですよ、ね、あの苦労されたんで、まあめったにこういうことはないとは思うんですけどね信じたいですけどね、ええ、まあ、その中で数字が伸びているということですね。そうですね、落ち込むことが本来予想される中で、ね、はい、ちょっと課題材料としてちょっと今回システムトラブル結構多かったじゃないですか、うん、僕も詳しくないんで、あのどうなってんだって言ってるんですけどね。いや一応だから札幌から部品取り寄せてその交換したとか、だからその部品交換でっていうことはやっぱり古かったのかなという雨とかそんなじゃないですか、あ、そうじゃない、濡れちゃったとかじゃなくて、ええ、あの3日目がそれで原因で競りの時間遅れてた、そうなんですね、朝から騙してた、うん、だからもう本当はもう購買者の方から袋立てにされてもしょうがないぐらい、うん、文句言われてもしょうがないんですけど、意外とあの皆さん協力的に理解していただいたのはありがたいと思います。最後の方の、あの、はい、本当に最後の最後ですよ、あれはねシステムに入れたんですって、だけど何の接触かわかんないけど、うん、出てこなかったんです。虫取りに出たりなんだりっていうのもあったと、ええ、まあ、そういう面では、まあ、そこら辺も、まあ、改めて専門家じゃないんでね、まあ、あの悲しいから、ただオータムの前には当然あもう全部点検はしますよね、はい、ええ、いや本当にちょっとそこはね私もお話しのしようがないです。わ、ええ、はい、かりました、はい、何点はいいんですか平尾さん、点数は平尾さん点数は別にいや、こんな時こそ僕は点数つけたいと思ってます。じゃあぜひぜひ、はい、90点は上げていいと思いますよ、はい、いや、あのまあいろいろね不手際もありましたけど、でも職員なり役員は本当に真剣だったですから、そういう時こそ僕は対応は、まあ、条件さまざま悪い中で、はい、はもう望みうる最高の数字を、私にできることの最高だと思います。あの叩き出して、く
れたという、はい、新しい鑑定人の方は、ええ、非常にまあ新人だからまだちょっと硬いし店舗もいまいちっていうところもありますけど、今後まあ素質はああいう声の質からしても素質はあるかなと思って見てますんで、年寄りがだんだん声が出なくなってきてるもんですから自前の鑑定にも要請していくつもりではいます。はい、よろしいですか。はい、はい、今回のサマーセルにおきまして、大変台風の中大雨で、交通が寸断される中、購買者の皆様方にはもうとても協力的に競りに参加していただきまして、なおかつ無事終了することができました。購買総額におきましても前年を上回ることができました。これはひとえに購買者の皆様との協力と熱意で成り立ったことだと深く感謝申し上げます。また8月の次は10月のオータムセールがございますが、なんとか万全を期して購買者の方を受け入れしたいと思ってますので、ぜひとも日程の都合をつけて競りにまた参加していただければありがたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。